お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ちょっとあれですよ、去年の年末に確かの、はい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 、この、放送番組後期で、はい、みくりちゃんっぽいロングスカート買ったけど、髪長くしちゃったから全然みくりちゃんじゃないんですよって言ってたじゃないですか。だから今日着てきました。なるほど。なぜなら今髪がボブだから。ですね。もうみくりちゃんですね。いや、みくりちゃんではないです。ないですけど、ないですか。いやいや、でも。ガッキーじゃないんですよ。いや、どうですか。いや、でもやっぱりそのこうスカートというかあれにはこうボブがすごく似合う感じで。ね、やっぱりそうなんですね。はい。懐かしい。今日ね、あの、はい、勝間ちゃんと、はい、あの2017年、ベストアニソンって言いながら、はい、声かけよっかって言いながら、はい、あれ17年の曲でもないやって16年の曲だわっていうのを話してて、そ う, です、ね、そうなんですよ、で、そういえばみたいな、そういえば今日私これみくりちゃんのリベンジと思って来てきたんですよっていう。そう考えると本当1年とかあっという間ですよね。あっという間ですよね。もうあの話してから1年経つってことですもんね。そう鮮明に覚えてるのに。そうですよね。この間みたいな感じですけど、どうでしたか2017年。2017年は、はい、まずね、ガロの撮影があり、はい、ID ゼロがあり、ああそうですよね、そうか、ID ゼロもそうですね、があって、ID ゼロ色に染まり、からのガロパンが決まり、あのオーケストラコンサートがあったから、作詞で死にかけできない。すごい、しんどそうでしたもんね。私になんてできない。うわーってか。あり、で、グランドシンフォニーができて、で、イベントをたくさん経て、はい、イベントもありましたよね。で、最終章が、ガルパン最終章が、公開されて、うんうん、グランドシンフォニーが発売されて、うん、なんとありがたいことに各店舗、うん、激破されまくる、ね、すごいですよね。しかもアニメとミトテンさんなんか恐ろしい数を入荷してくださって、ね、私どうしよう、この方々にどのように謝罪申し上げようと思ってて、なんかたくさん売れ残っちゃったら本当にごめんなさいと思ってたんですよ。ね、すごい、本当に壁一面ぐらいの感じでボーン置いてあって、新婦コーナー丸々一本私みたいな、うんうん、そうですね。でしかも枚数も結構な枚数を重ねてくださってて、はいはいはい、もう絶対切らすことなんてありませんよって言ってたら、カッコフラグって書いてたんですよ。カッコフラグって書いてて、見事に撃破されまして、ね、達成されます、本当ですね。ですぐね、追加が入ってっていう感じですもんね。再入荷でも異例の数を、あの仕入れました、来てくださいっておっしゃってくださって、ありがたい。地元の水戸で見て、地元の水戸のアニメートで買ってっていうね。新しくユナイテッドシネマになったんですよね。そうですね、ユナイテッドシネマ、はいはいはい、私も前回の収録後に見てきたので、そうですよね、それが何回にあれですか、2回目ぐらいですか。劇場で見るのが1回目の、はい、初めかな。ああ、なるほど、水戸、はい、立川、新宿、池袋、見てますね。あと試写会含む、あと家には白箱があります。白箱が、いつでも止められる。ここで一時停止ってできる。素晴らしい。でもやっぱ劇場で聞くのが素晴らしくて、まあね、いいですよね。あのやっぱ、はい、シネマシティ、立川のシネマシティは爆音極上、うんうんうん、はいはい、極上爆音上映、はい、洗車ラウンド、ええ、で目打ってるから音が良かったのは、はい、あのもう納得、まあまあまあ、本当に良かったんですけど、水戸、ねね、が見といいでしょ、いいでしょ、すごいいいんですよ、ね、あの最初のところから、はい、わっていうこうね、キュンからの、まあまあ、言えません、言えないですけど、まあまだこれからね、上映すると、いや、あの見といいんですよ、何気に良かったんですよ、バランスもすごく良くて、あ、そうです、ね、すごく迫力もあって、ね、音も綺麗に聞けるし、良かったし、あとコラボで、あのクレープを、あ、そうですよね、やってくださっていて、はいはいはい、私はカツの方にしたんですよ。あ、はいはい、甘じょっぱいクレープの方にしたんですけど、その時微体重お腹減ってなかったのに、でもやっぱ記念にっていうか、ここでしかないから食べたくてやってたら、すごいお腹苦しいってなったから、だって絶対ね、あの某シーンでお腹減るかなって思ったんですよ。あ、まあまあまあ、そうですよね、某キャラのね、ですね、あそこですね、はいはいはい、いっぱい食べてらしてから、お腹すくかなと思って食べてたんですけど、ね、でもその後、あのつぐみちゃんとなんと、はい、遭遇したんですよ。なんか遭遇したみたいですね。そうなんですよ。たまたまですよ、本当にね。そうなんですよ。あの
今日見に行くんですっていうのは、はい、リップとかでいただいてて、うんうん、へーと思ってて、うんうん、でも、うんうん、まさかな結構な回数をやってくださっているのでし、はいはい、ユナイテッドシムでも、うん、いややってますやってますやってますいっぱいまさか同じ回になると思わなくて、うん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 、で終わった後って喋りたいじゃないですか、うんうん、そうなんで喋りたいんですよ、ね、それをできたんで、うん、です素晴らしい俺は佐々木さんに話すまで我慢してましたからずっとこう、ね、そうですね見たよかったよねっていうのをお話ししてかかりましたよかったですねそれはすっきりもう 何よりですねねえそうご夫婦で見に来てくださっていてそうなんですかいやいいですよね、まあ、そこからのついにもう1月になると ね実写の女優デビューですよ女優ですよ女優佐々木さやかがねえ、まあ、最初で最後かもしれないですけどいやでもすごく美味しい役をいただいてるので、はいうんうんうん、ぜひ茨城の皆さんはつくばかなそうですねつくばでやってますよね、うん、はいはいあとは全国でも上映がたくさんあるので、うんうん、そうですねぜひうん、あとほら反響が大きければ追加上映とかほらセカンドありますから、ね、セカンド上映とかでアルパンのようにね増えていくからそうですねだから反響をください反響だけでもください いいじゃないですか劇場さんにねやらないんですか、はい、とかってきっとたくさん声がいくとそうですねやってないんですかってこうねちょっと聞いて ねやっちゃうとあれこれやった方が入るのかなってなるからね、いやーでもねそうですね撮影もね本当1年前とかそんなもんですもん、うん、感じですもんねどんどんじゃあこうやってたことが実現してきてなんか変な感じですねあの頃にすぐ形になってたらわーってなってたんですけどそうですよ、ね、一旦なんか自分の中で結構消化をしたし、うんうんはいはい、あと東京国際映画祭とかでも、うんうんうん、もう劇場でも一旦見てるので、うん、なんかねそれがもう一回というか改めて皆さんにっていうのドキドキしますね。楽しみですね。ちょっと見たいですね。ぜひぜひ皆さん楽しんでいただけて、やっぱお正月って映画見た方がいいじゃないですか。そうですね。なんかね、こう1月はね、ガロパンとね、本当ガロで、ね、こうそういうねお正月にしたらいいじゃないですか。いいですか自分のこう2本立てというか。2本立てですね。懐かしの同時上映。ただ、ね、茨城の皆さんははしごしないと。まあそうですね。若干ちょっと車で走らないと日本だって。あ、そうですね。ちょうどいいぐらいですよ。水戸からちょうどいいぐらいの。わかりました。じゃあ最後にメッセージお願いします。はい。2017年も花ラジ、ね、なんとかなんかぬるっと改変期に乗り越えましたね。特にありがたいことにどうなるか分かんないんですよって話を毎回いただかずに、はい、あきっと高橋部長のところで止まってるから。いやいやいやもうそんな全然大丈夫なんですかね。大丈夫ですよ。なんか私がずっとこうね掲げている茨城放送の中でベスト3かベスト5には入りたい。好きな茨城放送番組いい、ねうん、4位かなとかなそうですね。いいところ絶妙なところで長生きしたい。いいところですね。いいところですね。長寿番組にね、はいはい、あれですよ大先輩の青春ラジメニアさんは先日1500回。すごいですよ。1500回ですよ。1500よ。私たち今200をね目前ですから。そうですね。目前にしてますからね。ちょっとかける7とちょっとまあまあまあなんとか追いつきたいというその間にあちらは2000回とか2500回さらに回数をなかなか背中見えないなって感じだよね。でも追っかけたいですね。多分1万2000と1万200とかだと、はいはい、そんなに差がなく見えるかもしれない、うんうんうん、そうですね。なんとなくあるとこを超えると大台超えると、ね、大台超えていきましょう、はい、まずは200回を目指して皆さん、はい来年もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。